ミールザー・グラーム・アフマドミールザー・グラーム・アフマドは、インドの宗教指導者であり、アフマディーヤの創始者である。アフマドの先祖は、ムガールのバルラス部族のミールザー、ハーディーベグにまで遡る。1530年ミールザー、ハーディーベグは、家族、使用人、追従者200人を伴って、サマルカンドから移住した。彼の遠い親戚である、ムガール帝国、バーブルの時代に、 パンジャーブに今日定め、今日カーディアーンとして知られる街を作った。ミールザー、ハーディー・ベグは数百の村のジャギールを与えられ、その周辺地域のカーディーに任命された。ミールザー・ハーディーの子孫は帝国の中でも重要な地位を占めていたと言われており、カーディアーンの主張であり続けていた。1835年、アフマドはスイク王国のマハラジャ・ランジート・シングの時代の パンジャーブ州カーディアーンで裕福なムガールの一家に双子で生まれたが彼だけが生存した。彼はクルアーン、アラビア語の基礎文法とペルシャ語ファジレイラーヒーという名の教師から学んだ。10歳になるとファズルアフマドという教師から学んだ。17.8歳の時にはグルアリーシャーという教師から学び、また医師でもあった父、ミールザーン。 グラーム・ムルタザから医学についてのいくつかの仕事を学んだ。1864年から1868年まで、父の希望によってアフマドはシアールコートで初期として働き、そこでキリスト教宣教師と接触し、頻繁に議論を交わした。1868年後にはまた父に従ってカーディアーンに戻り、そこで自社の管理を任された。この間にアフマドは、 宗教的な書を勉強し、地元のモスクで祈ったが、ほとんどの時間を引退して過ごしたので、社会的ヨステ人として知られていた。時を経て彼は、キリスト教宣教師の批判からイスラームを擁護するために活動し始めた。彼はしばしば、バタラに本教を置く彼らと公開論争した。1886年に、アーリやサマージのある指導者たちは、イスラームの真実性について、 アフマドの討論を重ね、イスラームが生きた宗教であることの証明の印を求めた。アフマドはこの目的のために特別な祈りを捧げ、また聖なる導きを求めるために、彼が主張した聖なる指導に基づいて、星アルプルへと旅をした。そこで彼は40日間独居し、チラナシニーと言われる、スーフィーズム教法を実践した。ミールザー・グラーム・アフマドと仲間。 1899年、カーディアーンにて、アフマドは1182年には改革者として、神の任命を受けたと主張したが、バイヤを求めていなかった。1888年12月、アフマドは、神が、彼の信奉者は、彼とバイヤを行い、彼に忠誠を誓うべきであると定めたと発表した。1889年1月には小冊子を発行し、 入信者が今後いかに生きるべきかの十の条件を示した。1889年3月23日、彼は40人の信者からバヤを受けて、アフマディーヤ共同体が設立された。アフマディーヤ運動に参加する正式な方法は、物理的な接触は必ずしも必要ではなかったが、手を結び、制約の言葉を暗唱することを含んでいた。この方法は、アフマドの死後、 後継者たちにも続けられた。アフマドは自身が約束されたメシアであり、マフリであると宣言した。彼は世界の諸宗教で見られる、救世主の再臨に関する予言の成就であると主張した。しかし、アフマドの信者は彼は肉体的なイエスの再臨であるとは決して主張しなかったと言った。アフマドはイエスの死に関する、 伝統的なイスラームやキリスト教の信念に反してイエスは自然死したと主張し、また、モーセの後14世紀後にイエスが現れたように、マフリもムハンマドから14世紀後に現れなければならないと主張した。ありがとうございます。